モーリズ・ローゼンタール。モーリズ・ローゼンタールは、ポーランド出身のアメリカ合衆国のピアニスト、ユダヤ人。宣伝された演奏技巧によって尊敬を集めた、レンベルク出身。父親は、地元の大学の教授だった。8歳の時に、ガロートについて、ピアノを始めるが、ガロートは、技術的な能力に気配りせず、生徒が至って気ままに、初見演奏や異常を行って、 楽しむのに任せていた。この教授法は珍妙で、とても勧められるものではないのだが、この場合にローゼンタールは実害をこうむらなかったようで、ある。1872年に、ショパンの皇帝社、カールミクリに入門し、より学級的な方向で訓練を受けた。ラファエル・ヨセフィの助言で、まだ少年だったがウィーンに留学、同地でヨセフィから、 メンデルスゾーンやリストのメソッドによって徹底的な基礎を与えられる。14歳でルーマニア各地で演奏旅行を行う。1878年にリストに入門し、バイマルやローマで指導を受けた。リストの門弟として、サンクトペテルブルクやパリなど欧州各地で演奏を行う。しかしながら一般教育はないがしろにされていたので、1880年に 入学資格を得て、ウィーン大学哲学科に学んだ。6年後に、ピアニストとしての活動を再開し、1895年に、ライプツヒトイングランドで、目覚ましい成功を収め、その後は、アメリカ合衆国でも成功に恵まれた。1939年以降は、ニューヨーク市に、ピアノ教室を開設した。最も有名な弟子は、ピアニストで、音楽学者のチャールズ・ローゼン。 およびピアニストのホルヘ・ボレットである。前者のローゼンは、著書、ピアノノーツ、ザ・ワールド・オブ・ザ・ピアニストの中で、ローゼンタールに関するいくつかのアネクドートを披露している。一時期アルトゥール・ルビンシュタインもローゼンタールに支持したことがある。ローゼンタールは作曲も行っており、技巧的なピアノ曲と、ヨハン・シュトラウス2世のアルツ、フレデリック・ショパンの 子犬のワルツなどのピアノ用編曲を残している。ありがとうございます。